ドゥルモンはアルゼンチン海軍が購入したデスティエンヌドルブ9通報艦の一隻、ドゥルモンド級コルベット1番艦。艦名はアルゼンチンブラジル戦争で活躍したフランシスコドゥルモンに由来する。もともとは南アフリカ海軍向けに建造されたが、国際連合によるアパルトヘイトに対する制裁措置として輸出が差し止められた。アルゼンチンはチリと緊張が高まっている中で、 行き先を失っていたトランスバールと共にアルゼンチンが購入した。当初、南アフリカ海軍ではグッドホープと命名されていた。ドゥルモンドは DCN ロリアン交渉で建造され1976年3月12日に、気候1977年3月5日に、浸水1978年11月9日にアルゼンチン海軍に編入される。 アルゼンチン海軍に編入の後、プエルトベルグラーの海軍基地の水上艦隊司令部第1コルベットセ隊に配属されて、P-1 の看板号があり当てられ、1978年11月24日に運用が開始された。その後エスポラ級コルベットの導入に伴い、1985年に看板号が P-31 に変更された。 第一コルベット船隊に編入以来、様々な演習に参加している。代表的なもので、ウニタス演習、グリンゴガウチョ演習、アトラソル演習、パセックス演習、ゴス演習、フラテルの演習がある。1978年、ピクトン島、レノックス島、ヌエバ島の領有権をめぐるアルゼンチンとチリの軽装は、1978年に、 エリザベス2世の仲裁がなされるも、アルゼンチンはこれを不服とし両国の関係は、緊張状態にあった。そして、アルゼンチンは、主権確保を目指して1978年12月22日に、軍事行動を実行すべく準備に移った。リ入間もない本館は、V-2 ベンティシンコでマイオの護衛のために、P-2 ゲリコ及び、 B-52 エルクレスと共に紛争海域への派遣準備に取りかかる。1978年12月21日夜、軍事行動の開始は不可避と見られていたが、強行ヨハネ・パウロ2世の仲裁により、紛争地帯に大部隊を展開させないことに、両国は合意し、事態は収束に向かう。1982年3月、マルビナス諸島奪還のため、 グアルテル王アリアラ海軍少将を長とする第40任務部隊が編成され、ポートスタンリーとサンフェリペの占領と駐屯するイギリス海兵隊の制圧の任務が与えられた。第40任務部隊は4つに分割されて攻撃行動に移った。ドゥルモンは任務部隊司令官直属の第40.3揚陸任務軍に属し、D-2 サンティシマトリニダー。 p-3 グランビーレと共に行動した。4月2日0415時から1630時にかけてグルーサック港にある対上陸障害を排除する、作業を実行する。部隊の上陸後、本艦はサンフェリペ周辺の哨戒に着いた。4月3日0900時から1300時にかけて停泊してタンカー、B、b-18 分タメダノスから補給を受ける。 4月4日に、ポートダーウィンにて、輸送艦 B-8 イスラデロスエスタードスによる上陸の護衛にあたる。その後、グースグリーンとフォックスワンに立ち寄り、4月8日、プエルトベルグラーの海軍基地に寄港する。占領作戦終了後、4月16日から5月5日にかけてサンホルヘワンやバイアデカマロネス海域の紹介をする。 5月6日から5月17日にかけて、指定海域の紹介を5月24日から6月4日及び6月8日から6月14日にかけて、サンマルティンワン及びバーランカ第2海域での紹介を実施した。1993年、国際連合安全保障理事会決議に基づき、ハイチにおける民主,主義回復を目的としたタロス3作戦、参加することとなり、 1994年8月10日に、プエルト・ベルグラーノを出港し、8月14日に、リオデジャネイロ市に帰港、8月24日に、プエルトリコのルーズベルト・ローズ海軍基地に到着した。作戦中は、合計9回の紹介活動を実施した。1994年10月22日に、作戦は無事終了し、ルーズベルト・ローズ海軍基地を出港した。 同月29日に、ブラジル・フォルタレザに、寄港、11月11日に、リオデジャネイロに、寄港、11月21日に、プエルト・ベルグラーの海軍基地に寄港する。2000年に所属部隊が、大西広見軍管区の海洋哨戒船体に変更され、マルデル・プラタ海軍基地に配置外となった。これにより従来の水陸両用船部隊や、潜水艦部隊及び、 海軍航空隊に対する訓練支援以外に、排他的経済水域における広域警備が大きな任務として求められ、違法漁業の摘発などに従事している。2009年時点においては、海洋省海戦隊に属しマルデルプラタ海軍基地に母校を置く。ありがとうございます。